この休みでいろんな人に会って、いろんな話を聞いて、いろんなことが起きて、いろんなことが解決して、解決できないこともまだまだありますけども。いや、もう本当に人生そのもんじゃないなと。生きててよかったなって本当に思ってます。心の底から。素敵な人にもたくさん出会いました。同性異性関わらず。本当に生きててよかったなっていうふうに、感じております。皆さん、こんにちは。こんばんは。アシュナスでございます。はい。最近、動画投稿をサボりまくっております。はい。その代わり心がすごく豊かになっております。はい。ありがたいでございます。はい。好きに生きさせていただいておりますけども。だいぶ余裕が出てきましたね。一時期、かなり辛かった。本当に危険な状態でした。精神的に。もういつでも辞めれちゃうぐらいの、大変な、時期だったと思います。今、もうサボって、好きなことして、本当ね、もうダラ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 、今、特にこの数ヶ月は生きてるんですけど、数週間は。数ヶ月前をね、振り返るとちょっと本当に、やばかったんだなと、思いました。はい。すごかったな、というような。まあ、その、ね、おじいちゃんがコロナになって、体調が悪くなり、まあ、100歳を迎える前ですね。で、99歳の頃、ね、トイレも一人じゃ行けず、血だらけになってね、カーペットで、転んじゃって僕は気づかずに、そんな、もう今は、1階で一緒にずっと寝てるようになりましたけど、そのコロナになった当初は大丈夫かなと思ってたんで、そしたら1階でね、カーペットのところで、転んじゃって、で、立ち上がれなくて僕も気づかなくて、で、ずっと立ち上がろうとして、こう、足がずっと擦れちゃってね、爪剥がれて、皮膚は、ね、なんつんだ、皮膚が剥がれて、皮膚も爪も剥がれて、今でもね、そう、その血まみれのカーペットの絵はいとも簡単に出てきますね。そしてあと救急車ね、これは脳梗塞おじいちゃんがなった頃ですけど、僕今でもやっぱ救急車、消防車の音を聞くとちょっと気分が悪くなるというか、はい、なんかそれもね、どっちもなんですよ。そのコロナ、すいません、こんなすごい、これただ辛い話をただ話してるだけなんですけど、そのコロナ、おじいちゃんがなった時も、おじいちゃんが脳梗塞になった時も、どっちも、自分では辛いな。辛いから逃げたくて生配信とかでごまかそうとか、みんなに見てもらおう、共有してもらおうって、本当にね、僕のわがままで、僕が精神的に弱いから、取った行動なんですけども、逃げたくてね、現実から逃げたくてやって、だから自分でもあったんですよ、その当時、心を病んでるな、心が疲れてるなって思ってたんですけど、今はすごい休んで、当時のことを振り返って、すごい豊かな状態でね、思ってみると、ちょっと本当に、やばかったなって、思いますね。今だからこうやって笑ったり、おじいちゃんとご飯を食べたり、会話をしたり、そのぐらいまで戻ってきたわけですから、すればするほどなんかその時の辛さが、この、浮いてくるというか、はい。そうなんですよね。だからなんか、なんでこのことをね、まあ配信しようかと思ったのはですね、多分僕と今同じような感じでちょっと心疲れてるかなって思ってるけど、ずっと休めてない方が多分たくさんいらっしゃると思うので、ぜひね、ぜひ休んでいただきたいなって思いますね。休めるのであれば、はい、かなり難しいとは思いますけど、それこそ仕事があってね。そうなんですよね。で、
仕事のことも振り返って、結構きつかったなっていう時期あったんですよ。うん。で、人間関係でも、はぁーっていう時期があったんですよ。そうなんですよね。しかもそれが重なってるんですよね。まあ、詳しくはね、あの、友人の方にも、もう仲直りはしたんですけども、友人の方にも迷惑かかってしまうんで、多くは言えないんですけども。まあ、その友人の方は全部知ってるのでね、僕がこう、YouTube でも配信してることがあって、それが重なってるの分かった上で、どっちも許せないことがあって、まあ、たくさん話して、この前も飲み行きましたけども。まあ、それで、解決できたので、よかったんですが、はい。いっぱいあると思います。本当、それこそ介護で、人間関係で仕事で、もう人に言えないようなストレス、あると思います。皆さんも。はい。こうやって喋ってるのはね、何度も言いますけども、なんか、自分が、こう、辛い、やばい、きつい、危険だって思った経験って、絶対自分以外の方も、いらっしゃると思うので、その人のためになればなと思い、これ話してます。はい。プラス、まあ、自分のために記録というか、そういう意味もございます。はい。意味があったのかわからないですけど、この動画は。でもね、本当に辛かったっすね。で、今、誹謗中傷の、なんか、言われたことをまとめて、ちょっと、何一個ね、とある一件がありまして、それを解決しようかなと思ってて、で、だいぶ落ち着いてきたんで、それをまとめてたら、また、って嫌な気持ちで、昔の、いろいろ言われたこと全部思い出して、たりとか、もう見れない、とある掲示板とかも、すごいことになってるらしくて、もう僕はもう見れないんですけど、そうですね。はい。でもだいぶ、本当にだいぶ元気になりまして、で、今度多分、11月の中旬ぐらいにちょっとあるテレビが放送されるんですけど、また告知しますけども、それはぜひ見ていただきたい。僕はもうね、ハイパー元気になったからこそできたロケであり、お話であり、映像であるので、ちょっとそれはぜひとも見ていただけたらなと思います。はい。ちょっと長々とね、まあ、毎回そうなんですけど、自分語りをしてしまいましたけども、本当に、休んでください。僕は本当休んで、この休みでいろんな人に会って、いろんな話を聞いて、いろんなことが起きて、いろんなことが解決して、解決できないことをまだまだありますけども。いや、もう本当に人生そのもんじゃないなと。生きててよかったなって本当に思ってます。心の底から。素敵な人にもたくさん出会いました。同性異性関わらず。本当に生きててよかったなっていうふうに、感じております。はい。で、今後はですね、おじいちゃんの動画も少しずつですが、また、たくさんアップできるようになっていきますので、お楽しみいただければと思います。長いし、話まとまってないし、よくわかんなかったと思いますけども、とりあえず、何かメッセージというか、僕が言いたかったことが何か伝わればと思います。ろれつが回ってなくてすみません。はい。酔っ払ってないですけども。はい。以上となります。ご清聴ありがとうございました。